コケ取りはこれが一番だと思ってます。エビどけ、リーチがね長いですから。アマゾンフロッグピット水槽です。最初に5株だけ入手したんですけども、それがこっちまで行ってます。他の水槽にも移しました。このアマゾンフロッグピット、僕は大好きなんですけども、僕だけじゃなくてエビも大好きなんですよね。この水槽のガラス近くにですね、こうたかってくれるので、観察するのがすごい間近でできるっていうメリットがあります。ちなみにこの赤いのはアマゾンフロッグピットではなくてフルイタンスって言いますけど、フルイタンスってちなみに東アフリカのウガンダっていうところにいたことがあって、そこの、まあ、いわゆるスワンプっていうんですけど、湿原地帯ですね。似たようなやつがいましたね。目が青く光ってる。そしたらやっぱそのアフリカンランプアイの亜種的な種類のやつはウガンダにいるらしいですね。このさっきからモーター音がうるさいのはですね、冷却ファンが動いてるからですね。これがですね26度を超えると起動するようになってます。石と石の間に突っ込んだあの赤い真ん中にある水草、アルテルナンテラレインキーミニ、ちゃんと言えました。これなんですけども、まあ割とちゃんと上を向いて頑張ってるようなんで、このまま育っていくんじゃないでしょうか。アルテルナンテラレインキーミニ、長いんだよ。そろそろトリミングをしなければならない時期になってきたような気がしないでもないですね。たくさんある中の少しが結構背が高くなってきてきます。このアマゾンフロッグピットに戻りますけど、このアマゾンフロッグピットはこのリレーっていうものでどんどん株が分かれていきます。